よし。ありがとう。めっちゃ急に始めちゃったけど、長野に帰ってきたんですけど、だいぶ前にあの配信が終わった瞬間長野に帰宅したんですけど、ありがとう。マキコさんのあの15周年の配信が終わったのでやりましたえ、あのね、だいぶ前に帰ってきてて、でそのマキコさんのやつがあること知って、それで一旦やるのやめてっていうか、あんまりやんない方がいいかなと思ったから、あのやんなくて終わったからやりました。あんまりね、そういうなんか公演中とかはできるだけやらない方がいいと思うからねえ、そう、じゃ帰る時またこれ着てきた。あ、そうだから急に始めた。でもメール送った。そういうのはちょっとしっかりした方がいいと自分は思います。なんかさ、リップをね、あるやつつけたらね、赤じゃなくてピンクだったの。なんかさ、顔違うねしかもなんかめっちゃメイク落ちた。ありがとう。でもなんかお昼の方がメイクバッチリで、メイクほらもうなんかアイラインとか目描きすぎて消えてるしまつげマスカラとか落ちてるし、涙袋も色ないしありがとう。あ、イヤホン下にあった。そういえば部屋にはないけど下にある。あ、あるかも。でも歌はちょっと ありがとう。ハート桜ピンク、なんかあったんですよ。あー、また壊れる。なんかお姉ちゃん、あ、ねえ、もうドレスは壊れててやばい。お姉ちゃんのリップを勝手に使う。お姉ちゃんがなんか友達にもらったリップを塗ったらめっちゃピンクになった。ほらピンク、いつも赤みたいな色つけてるからピンク。ありがとう三色団子。もう本当に壊れててやばいんだわ。やっ、うん、やだ、助けて、取れたんだけどでもやだ、取れたんだけど、もうでもほらこんな感じ。なんかもともとなんか板があの割れて、板が割れてて、もうドアが、違う、ドアじゃない、これがねこうなってたの、こう斜めになってて、それで今引っ張ったら取れた。でもまたあの刺します、終わったら刺します。刺したらね治るんだよ。これは引き出しの扉みたいなやつ。ありがとう三色団子。メイビーメイビー赤いようで、なんかさ、メイク道具全部さ下に置いてきちゃったからさ、何も持ってない、何も持ってないんですよ。ありがとう、ハート。
ちなみにこれならありますよ。あと何？ガムテープとかならある。え、櫛はこれはあのこの家の櫛、この家で使ってる櫛で、あの下にあります、黒い櫛は。これは持ち運ばないで置いておく櫛。こんばんは。色違いじゃないんですよ。ぬいぐるみはここの、これはこれは無印。どっか行っちゃうんだよね、くしって。ありがとうさん、ありがとうさん、流れ星ありがとうさん。ありがとう。ピンクのリップの方がいい？どう思う？ピンク、いつもと今日のあのいつもと、いつものは赤いやつで、あ、つけてない時はあるけど、こっちゃんはあの特にはありがとう、ありがとうございます。しない、本当にここやばいよ。どうなってんのあれ。あ、そういうこと、服がってこと。服、え、てか、あ、中に布団が入ってるらしい。それですね。ありがとう、ハート、ありがとうございます。三色団子、なんか絵描こうかな。マキコさん、マキコさんの絵描こうかな。ちょっとでもさ、それをさ、あのさ、ここさ、あの人の絵ってさ、めっちゃ変になるからさ、失礼になりそう。タブレットどっか行った？タブレット、ママタブレットちょうだい。ママタブレット持ってきてくれ。タブレットが欲しい。ありがとう、三色団子。桜、あのあれ、春ギフト集めてます。あのアバター欲しいので欲しいのでママもパパも配信見てます。ママはそばにいないけど下にいる。夜ご飯はたこ焼きとスープです。ありがとう、三色団子。桜、パパ動かないよ。長野県は桜見ないけど、あの名古屋で見ました。ありがとう、三色団子、ありがとうございます。ありがとう桜。てん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 、え、たこ焼き夜ご飯に食べないの？長野の桜まだだよ。まだ長野は木です。木生えてます。ありがとう桜。三色団子、ね、三色団子食べたすぎて食べたいんだけど、めっちゃ三色団子食べたい。今日の午後めっちゃ、え、だよね、わかる。午後もさ、帰ったんだけどさ、今日配信終わった後、もう猛烈な暑さでさ、もう死んじゃうかと思った。なんか倒れちゃうかと思うぐらい暑かった。ありがとう三色団子。桜、三色団子は一番上から食べる。ありがとう流れ星、ありがとう。ハート、三色団子ありがとう。桜ありがとう。はい、ちょっと待ってて。ただいま戻りましたでございますよ。タブレットゲット。タブレットちゃんゲットです。ありがとう、持ち、ありがとう。じゃあマキコさんを描きたいと思います。
マギーコさん本当に配信見てた。え、見てて、だってここいたでしょ。見てないのもしかして、みんな見てないのもしかして、アキコさんの配信見なきゃダメだよ見なきゃダメだよ、見なさい見なさい。じゃあアーシャを描きたいと思います。見てたでしょ。いや、ここいたでしょ。ここ三色団子届けたんだけど、いたでしょ三色団子届けてたんだけど、え、いたよね。見た見た、なんかレベルアップしましたかな、なんか見たよアーシャを描きたいと思います。急いで描かなきゃ時間がない。アーシャです、アーシャを描きます。机の絵が汚すぎてやばいやばいやばい。描きます、ペンで、ボールペンで一本書き、あ、違う、一本書きじゃない、何に、直書きします。じゃあまず頭を書きます、髪の毛書きます、髪の毛、え、むずむず、え、待って、縦、普通縦で書くか、縦で書きます。難しい、レゴと三色団子、なんか紙のさ巻いてあるから難しい。耳を描きます。で、触覚を描きます。え、そう、見てました配信、最後まで見ましたよ。それで触覚を描きます。難しい、ここ本当に人の絵めっちゃ無理なんですよ。わかんない、こんな感じ、難しい。目と鼻と、え、目と鼻、時間がなくてやばいんだよね。リボンを描きます。むず、まあこんな感じで眉毛、え、でもなんかちょっと見せると似てる似てる、ありがとう。待って、鼻で、待って目にしよう、まず目。これさ、これさ、ガチのさ目ん玉のさ目描いたらさやばくない？ちょっと待って。難しい、ちょっと真剣に書いてるから、え、むずい、意外とむずいよ結構。あ、かけた。え、意外とうまくない？ちょっとちなみにここの頭を修正。誰
誰って言わないで。待って、じゃあちょっと髪の毛をこういう感じで、なんか違かったね。鼻をさ立体的に描けばよかったかな。でもちょっとそれは無理だな。ちょっと真剣に描いてみるね。真剣に描いて今度見せるわ。でもちょっと似てない？このちなみにこの頭をやらかしました。あとこの輪郭、本当はこうです。微妙になんか似てんだよね。ちょっと 目だけ結構うまい気がするんだけど。なことないか。なんだろう、なんかに似てるけど、やっぱりなんかここが下手すぎて違う。ちょっと真剣に書いてみて見せますね今度。ありがとう桜、桜もじゃない三色団子。唇カサカサでやばい。いやちょっとなんか思ったよりなんかここの画力がなさすぎてやばいです。ねえ、ありがとう。クマのタワー、ありがとう。ありがとう。今日も、午前中もありがとう。写真撮りたいんですよ。他のここには残しときたいタイプ。ありがとうね。仕事中？そっか、頑張って。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。今日桜の大きいやつもらって、でクマちゃんもらって、ありがとうございます。違う、アバターの絵はここ自分で描いてるよ。やっぱここなんか画力、人の絵を描く画力はちょっとないですね。ないよ。ありがとう三色団子。人の絵はちょっとあれかも。ドスボン、ドスボン、ドスボン。ありがとう桜。なんか違うこと書く。めっちゃプー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 言ってる。聞こえる？音。ピュー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 って。大川さんこの間書いたんですよ。でもちょっと画力なさすぎてやめました。髪の毛だけうまいんですよ。聞こえる？そう、なんかチャロくんがチャロくんね、もう犬も難しくない？だいぶ。しかもチャロくんってなんか頭ボボボなんだよね。トリミング行くのにすぐ髪の毛伸びるからさ、髪の毛ボボなんですよ。チャロくん。チャロくん。ありがとうバラ三色団子。これだってウサギのぬいぐるみだもん。っていうかアホ毛また生えちゃった。
ドスボン、ドスボンって訳してるから。チャロくん、エアコン切ってきたよ、しっかり。大丈夫、安心して。目がごま、やってごまみたいになっちゃうもん。トイプードル、トイプードル、トイプードルでございますよ。このコインクタタナタタタシチドスボン。じゃあマキコさんをしっかり書いたら見せます。それまでお待ちを。待って、本当にくしゃみ出る、くしゃみ出ない。クロコインク知ってますよ、そりゃもちろん。寝てるチョロくん、送ります、メールで。メールで送るチャロくん。なんかないかな、面白いの。何も面白いものないんだよね。ウインクできないよウインクできない。ドスボン、ドスボン、訳してドスボンやから。本当にウインクできない。ガムテープ。ありがとう、三色団子。こんばんは。ガムテープってなんか意外とつかないよね。なんか剥がれるイメージ強い。こういうこと？やばくない？やばくないそれ。そう、難しいのさ。まつげやだ、まつげ取れたくない。ガムテープ、やんないやんないやんない。まつげはさすがに伸びてほしいから取りたくない。まつげなかったらさ、やっぱまつげでさ顔の印象って変わると思うんだよね。ありがとう、さくら。こっちの目の方がお気に入りなんだよね。こっちの目の方が好き。のり？のりって何？のりって熱い、めっちゃ熱い、やばい、熱くて燃えそう、炎出そう。なんで？なんかビッコなの。こっちはちょっとパッチリしてるけど、こっちは二重幅が狭いのだから、こっちの方が好き。なんかさ、左右対称にしてほしいよね。え、そう、ヒートテック着てるからかも。こっちの方が好き。なんかこっち、なんかビッコだから、こっちの目に両方なりたい。なんでさビッコになるんだろうね。なんかビッコ、なんでビッコになるのか分かんないけど、
なんかほぼ左右対称にしてほしい。どっちの顔が好き？え、なんかなかったけどこっちの方が好き今は。二重幅って加工できんの？天使と悪魔の顔に、え、そうなの？こっちが天使でこっちが悪魔みたいな。見た。見たい。なんかさ、常に面白いものを探すんだけどさ、ないんだよね。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どすこいをメガネかけるよ、夜は。やば。メガネ持ってきた、帰ってきた。よかったー。メガネ持って帰ってきてたありがとう、三色団子。ありがとうございます。忘れてたら本当に目玉見えないんだよね。見えんくない？結構見えないんだよね。目悪から。ね、え、わかる。メガネ忘れると本当にやばい。ドキッとした一瞬ね、やばと思ったけど、まあ大丈夫大丈夫。そう、広島に行くんだが何か欲しいものありますか？ココハの実家何を言ってんだよって感じだよね。広島って何が有名なの？しゃもじですか？普段はコンタクトだよ。レーシック？なんそれ？好み焼き？ね、違う違うよ。知ってるよ。食べ物じゃなくて、食べ物じゃなくて、お土産で有名なものを聞いてるの。食べ物やだ、食べ物ダメだよ、食べ物じゃないやつ。ねえねえ、グループやん。いいよ。ダメだよ。ドスボンボンボン、ドスドス。原爆ドーム、あー、でも原爆ドーム持ち帰れないですよ。あの靴下、ちいかわの。じゃあ広島のお土産はおぱんちゅうさぎの人形。確かにそういうのならあるね。確かに確かにあるね、そういうの。ドンキに売ってるで、おぱんちゅうさぎ。広島で買うおぱんちゅうさぎ一緒だろうって感じだけど、わかんない。しゃもじもらった。クラミちゃんとかは、ここマイメロの方が好きなんだよね。マイメロ好きなんですよ。なんかマイメロにキラキラついてるピン止めみたいなやつが欲しいけど、なんかそれ普通のね、ピン止めだったら500円なんだけど、そのキラキラのやつだとね1000円なので、なんかちょっとさ、は、あの2倍やん。だからちょっと買えん。広島パンチュ、広島パンチュ。デジタルになった白目ありがとう、三色団子。履くの？履かないの？履くの？履かないの？履いてるんですけどってやつでしょ、パンチュウサギ。この間探した広島限定のおぱんちゅうさぎ見つけられなかった。
ちいかわの靴下送ってくれたよね。東海道パンチュしてもいい？え、おパンチュウサギの格好で来るってこと？え、ココはいいんだけどさ、スタッフさんに止められない？靴下とかある？え、でもあのさ、普通にさ、あの普通、あ、分かった、ピンク色のさ、あとすごいボンジュール T シャツ着てさ、それでおパンチウサギのさ、おパンチ履いたらいいんじゃない？そしたら捕まんないよ。え、コスプレ専門？え、違うの？え、そういうことじゃないの？え、先生の SGU とコラボしてるんだけど、ココは買えませんでした、ショック。猫ミームするから。え、ダメなの？ココもパンチウサギの格好しよっかな。猫ミーム、猫ミームってなんか面白いよね、バナナのみたいな。おパンチウサギは好きだけど、自分がおパンチウサギのあのかぶり物はダメなんで、でもかぶり物ならしたいかもしれないけど、自分のおパ、自分がおパンチウサギのコスプレするのはちょっと嫌かも。はってやって、はは、みたいな、なんだっけ、なん、どういう感じだっけあれ、なんか、え、怖い、え、ちょっとあのロバは、ロバじゃない、う、馬、うー、あ、違う違う、羊、え、違う、なんだっけあれ、あの、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんか、ヤギだ、ヤギ、ヤギ、ヤギ。スポンさんのコスプレ、ね、スポンさんのコスプレやばいよね。ドスボン、ドスボン、ドスドスボンボン。あ、あのお休みメールを何もしてないんですけど、あのショールームを10時までやるのとお休みメールを送るのどちらがいいですか？猫のミームしよう。猫ミーム、お休みメール送る、58分にやめる、一瞬で送る、配信わかんない、なんかメール取ってる人はあれかも、メールがいいよね、メールにします、メール。ハッピーハッピーハッピーテッテン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 、ハッピー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 、やだ、バンされる、ありがとう。ありがとうございます、ハピ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 。暑い、めっちゃ暑い。幕張行ったら夢の国行きたい、猫ミームになるから。ありがとう、ハート。行きたいよね、行きたい、わかる。え、皆さん行くんですか？30分ぐらいで行けるんでしょ？わかんない、そんぐらい？1時間とかかかるかな。オイルがいる場所がこっちゃんの夢の国やね。オイルがいる場所がこっちゃんの夢の国、じゃあオイラの自宅がこっちゃんの夢の国、え、ってことは夢の国に住んでる。え、そう、ユニバーも行きたいんですよ、まだ行ったことない。20分近っ、行きた、行きたい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 よ、何近い、あ、そうなの、勝
手な想像してた。30分ぐらいかとか思ってた勝手に。確かに土日人多いよね。確かに確かに。ラゴランドってデコランドって行けないんだよね。行きたい行きたい行きたい、いろんなとこ行きたい。まだ行ったことない。あのユニバーは夢の国は行ったことある。長島スパーランドも行きたい。行きたいとこたくさんある。食べ物食べたい。スタッフさんが絶対ダメで、お仕事で言ってるからダメです。ダメですよ、遊ぶために言ってるわけじゃない。あー、そういうこと。ここは C の方、 C の方が好き。上から落ちるエレベーターが好きでございます。明日も配信昼間多分するから見てね。分かった？見てね。見てね見てね。好き、そう好き好き、そうそうそう。あれめっちゃ好きなんだよね。ずっと乗ってるよここ行ったら。なんだっけ、なんか怖くなる。あれあと14万ポイント。お結構行ったね。すごっ。すごいけどまだ大変ですね。まだ大変ですね。あれです、何の話しようとしたんだっけ、何の話しようとしたんだっけ、何の話しようとしたんだっけ。あと2日、え、やばいね。あと2日、シリキュートゥンドゥ、シリキュートゥンドゥの呪いがって言うじゃん。シリキュートゥンドゥまんまいはーだと思ってたら、シリキュートゥンドゥの呪いは怖くないの。怖いけど楽しいから好き。一番前の一番真ん中が一番好き。持つとこないんですよあれ。ここ本当に絶叫系大好きだから。行きたいよ。え、そう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 、恐怖が増す。そう、そう時期があるんですよ。タブタワテラのいつかな、あるんですよ。楽しいですよ。一旦仏壇、ここにとっての仏壇読みます。もういつも忘れちゃうから仏壇だと覚えてるから読みますね。いきまーす。13位ぐんまちゃん、12位 SKE のくまちゃん、11位パンナちゃん、10位ライオン怪獣恐竜、9位ももちゃん、8位男の子、7位本の放つ男の子、6位銀色のビョンビョン男の子、5位猫ちゃん、4位なんだっけ、あ、パンダだ、パンダ、3位猫ちゃん、2位男の子、1位ポンタちゃん。読みました。結構さ、名前読んじゃいけないからさ、大変なんだよね。ありがとうございました。ありがとう三色団子。ういー仏壇だよ仏壇。お昼、今日と同じ時間ぐらいにやりたいかも。試練、メール送ります。おやすみ、おやすみミンゼミ、バイバーイ。メール送りますね。バイバイ、バイバーイ。
おやすみ、おやすみボンジュール、いい、バイバーイ、めいだめいだめいだバイバイ、ありがとうございました。